通院 .com の時間です。今日ね、2.28、午前中をちょっと休みにしてもらって、病院に行きました。でね、もうここ数回の病院ってめっちゃ長いというのも、その結局診察して検診して注射打って痛み止めが入ってるかな、その後アドバイスもらって、MRI にだって30分ぐらい入る。そっから MRI がその画像をそのおじさんのパソコンに入れるまでにめっちゃ時間かかるね。だけどちょっとその間の時間待っとかないけんし、まあ食事できるっていうのはあれだけど、なんかね、1回が、大体4、5時間くらいの、通院で、まあ今日が最後になればいいかなと思って、まあ、結果まず一発目のさ、このなんていうのレントゲン、なんか最近あるやん、こうやって当ててさエコーみたいな感じに見えるやつ、あれでそのなんかね、俺のねめっちゃ伝えにくいよね、もう本当に詳しくって、まあ、俺も 100% 分かってないけど、結局その左肩ここにもう隙間が衝撃でできてしまった。それが結局もうグラグラしてるから、まあ、痛い、擦れて、インピンジメントみたいな状態になってる、まあ、ここまでは分かるし、なんか俺は別にこれと付き合っていくことはもう全然もう承知の上やし、結局これをもうグラグラのを治すためにはもう手術しないけども、もう よく分かってる、でももうその今手術しちゃうと結局8月までにそのもう大きく穴開けるということは、まあそれで付き合っていきながら、やっていく方法を考えるにもう強く俺は意思表明してやってるけどね。で、お医者さんに言われたのは、この今までグラグラやったのが、その2回目の時に奇跡的に良くなって、そのグラグラがさらにグラグラしなくなって、隙間がなくなってる、なぜかこうガコってはまったのがちょっとこう収まってる。そして今回はそのエコーの時点で、あ、さらに良くなってますね。なんかあの隙間、痛いってのが分かる、こう隙間がなくなってますって言われてちょっと安心した。で、そのもうその時に結局その健常から後ろに行くとか横に行くのが痛いっていうのを正直に伝えて、であともう本当正直にそのこっち側の動作はそうでもないって一応言ったらさ、じゃあもうそれで行きましょうと。でもう幸いにももう俺はバタフライとフリーくらいしかせんけさ、その痛いのはとにかく、禁止で、頑張りすぎるのも、禁止で、まだ病名は一応エコー取れないけど、このまま消炎禁煙症、心損傷の、強い、まあ、手術がいるバージョンねということになってます。でもなんか俺はね、もうその安心したわ、まあ、安心した。本当にね、もうこの1週間2週間はなんかそのことで寝れんくてさ、そんなこともちょっと話したらさ、それはもうそれが普通ですって、これはもう痛いものは痛いし、その見りゃ分かる痛さだし、あとこの痛みなんかってこう誰にも伝えれませんって、あ、その通りだよね、本当に、で、結果さ、その、まあ、俺が大事にしてる懸垂とかも最後まで下げないようにしたら、結局消炎、俺はだけ結局ね、この今回さベンチプレスもちょっと OK になったし、まあ、あとこう引っ張るで肩が本当こう何て言う、肩が伸びる行為が
とにかくダメ、うん、もうこれするともうガコッと外れてそのまあそうがっつりくっついてないけどね、そう隙間があってこれは痛い、もうあんまりこう多分荷重とかにすると肩が外れる可能性がある、もうそうなるともう絶対戻らん、うん、もう今後水泳はダメになるって言ってるけん、その最後まで伸ばさない、肩甲骨から引っ張るような懸垂で、まああと前も痛くなったし、それをしないでちょっとヘコ懸垂なら、様子見てもいいんやないか。なのでね、いけるゾーンと、いけないゾーンをこのスポーツの専門家、肩の専門家の人にいろいろ討論できて自分が理解できたのは、すごい自分にとって前に進んだかなと思って、まあ、でその後さ、結局30分くらいもういつもの MRI 入ってその肩の結局状態を360度見てもらって、また今度それを見ながら、まあ、ああだこうだ、これが良くなってるんです、これがこう横ばいですとかいう感じでなって、まあ、理解できました。もうほんとね、一つのミスで、ここまで、時間もかかったし、なんかもうやっと、まあ、本当はスタートライン立ったっていう感じは違うんやろうけど、ちょっとこれを他の人に話してもなんかまだまだ危ねえじゃんってなってるかもしれんけど、俺の中では大きく前進した日になりました。安心やね。本当はね3月の1週目やったんやけど、ちょっと早めてそのみんな、まあ、もうここくらいしかちょっと仕事の関係でもこう休める時なかったっけどね、ちょうどよかった。いろいろなんか話ができたのはすごい俺にとっては吐き出したじゃないけどよかったやないかなとちょっと思っとる。でね、なんていうかな、手術をせんと痛みはぐっと収まるっていうか、もうずっと横ばいで、同じように続くと。で結局これと付き合いながら、やらなきゃ。で3月の中盤に俺試合出ることもなんかそのアドバイスもらって、もちろん頑張りすぎないとか、もう痛い背泳ぎ平泳ぎはもうすんなとか、まあ、ある意味もうバッターとフリー、もしかしたら片手でやるなんか俺フリーがね痛いかもしれないねけど、もうそんなんもうやってみて、ちょっとその確かめていかんとどうしようもないし、なんか俺もねこれ以上ちょっと休むわけにはいかんしね、本当今日、いろいろなんか頭がすっきりした、精神的にちょっと楽になったし、なんかお医者さんと笑って話したのが、すごい良かったね、良かったです。ご安心してください、本当結果、良好です本当よ本当、俺は無理もしてないし、きっと無理もするんやろうけど、なんか俺はきっと線も引けるし、さすがにちょっともうこれでまあなんていうの、一生泳ぎませんわちょっとまずい、俺水泳好きやしね、けど何回も言うけど俺はもうプロレスラーです。はい、痛みと、戦うことには、慣れております。人が、どんなに傷つくことね、その嫌なこと今本当いろいろあってね、今日もなんかニュースあったね、なんかもうどっか関東の方の先生が結局暴言やったり、暴言じゃない体罰か、なんかもういろんな世の中やけどさ、ポジティブに、何にでもすり替えれる、俺はね本当危険やったり不安やったりそんなのねワクワクに自分で俺変換することができるよね、大丈夫です。でね、今後の復帰試合情報ね、3月の3週目かに、日曜日のみの熊本日の国マスターズに出ます。これはもう一応ゴーサインで、もう本当ここが復帰戦、
俺は確かね、二振りと、ちょっと何にエントリーしたかな、二振りと一バタやったかな。ちょっとあんまりこう早く回すというよりも、ほんとゆっくり回すような感じで、ちょっと試しにエントリーしてて、リレーにも2種目エントリーしてて、あとこれは時矢マスターズがぐわっと増えた一個大きなターニングポイントになる試合ですね。ちょっと俺は楽しみかつ、自分のペースで自分の種目だけは、泳ぎ切ろうと思います。意外といいタイム出たりして、だから俺今からちゃんとやるし、俺のキック多分めっちゃ変わってるし、あとはなんかね、これを俺その繋いでいく、なんか合わせていくような感じで、なんか俺あと4ヶ月5ヶ月か仕上がるよ、自信がある。ありがとう俺に時間を作ってくれてと、本当強くんは怪我の巧妙ってやつだね。でね、今結局まあなんて本当にもう通院はいいですと、とりあえず様子見ましょう。でもし痛くなって、めちゃめちゃ痛くなったりしたら連絡入ってことで、今度はね3ヶ月後に、しかも今度は MR を取らない、もし多分診断診察だけやね。で様子とかを伝えるんやろうけど、それもなんかちょっと自分をなんていうの、まあまあ、明るいね、逆にちょっともう手術の日もちょっと決めたいね。もうな、結局もう世界水泳は世界マスターズを出してすぐします。ちょっとその9月くらいに1回1、2週間多分メス入れるけどさ、ずっとこうなるんやろうけど、もうそこでちょっと1回自分の体やけね、それはちょっとやって、今年のもう9月以降の試合は大きく、休んでみようかなと。そのためにやっぱ8月までちょっとやっぱりやらなきゃね。はい、もう本当決心しました。俺は腹筋もするし、腹筋もせないけんわ。ちょっとこの間やっぱ西川くんと写真撮ったけど、やっぱ割れてるとかっこいいね。腹筋もするし、もちろん懸垂も始めるし、またベンチプレスもやるし、いろんなのやって、危なくないのやめて、チューブトレーニングもして、スイムに入る時間はねもうみんな限られてるわけね。賢くなんか俺フィジカルを上げて、ヒサロも行って、レースには万全の対処を備えて、あと時はアパレルも、ちょっとかっこよくしたいしね、ジャパンも入れたいしね、なんかやりたいことがいっぱいで、やっと前に踏み出しそうです。はい、安心した、安心したわ。なんかね、お医者さんもこうよく頑張ったねじゃないけど、ちょっと褒めてくれたし、あ、こんなに良くなってるよねとか、そのなんかやっぱあなたは筋肉が大きいですね、こう普通じゃ映りませんとかいい感じで言うよ。あとはちょっと看護師の方やね、看護師の方もその俺のことをすごい理解してくれて、なんかほんと優しく話聞いてくれたり、あ、いい言葉をかけてもらったわ。はい、ほんとやっぱね、こう病気、怪我は舐めたらいけんね。その痛みだけじゃなくて、多分それ以外の不安になることやったり、そういうこともなんか強いけね。だけどなんかこれそういう人がいれば、今まではちょっとそのバカ野郎、早く治せくらいやったけど、あ、耳を傾けて、寄り添って、話を聞いて、一緒にアクティブに、スポーツね、同じ競技やったらね、理解してやってきたよね。またなんか俺もこう人として大きくなった気がします、この怪我をね用して。はい、以上、俺は元気つけます。ここから俺は巻き返して、ここから巻き返して、俺はみんなをポジティブに、俺はみんなを引っ張ります。俺が一番初めに、飛び込んで、俺がスポーツの楽しさとかを表現したいと思います。
以上、ありがとうございます。バイバイ。